ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する、そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊を懸けてこの古文杯勝手に頂戴いたします。ダメ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下勘外のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち、そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝える。モモノスケは本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。キンエモンはモモノスケの父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。うおお、すげえ、この町全部お菓子でできてるぞ。わあ、本当だ、おいしそう。ってキャロット、なんでお前がここにいるんだ。ついてきちゃった、ガルチュー。一度冒険に出てみたかったの。海ってワンダーランド。お願い、何でもするから連れてって。戦闘力はある方だからきっと役に立てるよ。ここまで来ちゃったんなら仕方ないわ。一緒にサンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、いまいましい名だ。何よあんたたちって、そのぐるま湯、もしかしてサンジ君の。ご明察、私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさん、兄弟そっくりだ。なあサンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ、あいつは今や役に立つ存在なんだ。
役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おーい、サンジ！あのもしかしてあなたたち、サンジさんの？お前誰だ？私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が？サンジさんに会いたいならホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの？そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない？実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけどそれはできないんだ、俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとうプリン、ブルック。待ってろよサンジ。行くぞ誘惑の森。よし、よっ、先に進むぞ。エレクトリカル、ナットリ、ちょっと終わりだよ。走らないの。行くよ。私の全力。楽しんでいくんだね。
こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。危なかった。おかしくってたら急に襲ってきてよ。いるぞ。チョッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。ノワ！心配しないで。私たちはヘッキャー。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。